デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。はい、ということで始まりました、カラフルパレットのミューパレということでね、まあ、はい、今日もですね、僕にピントが今合っておりません。そう、僕にね、ね、ということで帰ってきてください。そつくつくつくつ、今日は3月なので、はい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 、ひな祭りですね。そういうことですね。あとはそういうことです、ホワイトデーがありますね。そうですね、うん、で帰ってきて、ほら帰ってきて、ほら3月といえばね、ほらほらほら、いろいろありますけども、はい、私たちは、あれがありますよ。あれがありますね、うん、私たちの、デビュー1周年記念ワンマンライブがあります。素晴らしいじゃないですか。はい、まあ、楽しみじゃないですか。それこちらのね、はい、チラシもできてましてですね、ね、ワンマンライブありますけど楽しみ。まあ、今日はですね、このワンマンライブ、デビュー1周年記念ワンマンライブにちなみまして、うん、まあ、この1年間を振り返ってみようかなという回にね、そういう、おお、振り返りましょう、はい、デビュー1周年記念スペシャルということでやらさせていただきます。はい、はい、まあ、ということでね、今日はですね、いろいろお題まで考えてみました、うん、はい、まずね、じゃーん、じゃがじゃん、1年を振り返って、これ見えんのかな、これ、はい、1年を振り返ってでございます。はい、1年を振り返って、うん、どうでしたかと。この1年どうでしたか。どうでしたか、うん、どういう1年でしたか、君にとって。楽しかったです。楽しかった、普通だね。いや、だから本当にこういろんなところにこう回って、はいはいはい、そうですね、今年1年で、まあね、お互いにさ、ほら、10年以上のその音楽人生がある中で、本当にこうまた新しい出会いに恵まれた1年になりました。そうですね、はい、そう思いますよ、うん、いやでも僕にとっても本当にですね、いっぱいやっぱ音楽活動をさせてもらってきたんですけど、うん、新しい出会いとか、うん、新しい挑戦がたくさんある1年だったなと思って。そうですね、そうですね、だから本当にたくさんのね、いっぱい出会いもさせてもらったし、いっぱい挑戦もさせてもらったんで、うん、まあ本当にですね、今年また新たな1年もね、うん、素敵なこのもっともっとこうね、飛躍したこう挑戦ができるといいなっていう。そうですね、いつまでもやっぱこう初心を忘れずにね。そうですね、ええ、そう思いますよ、爆心していきたいなと思いますけどもね。爆心しますかね、はい、で次のお題いってみますね、これ、はい、すいません、でぐるん、一番思い出深いライブはということですね。おお、一番思い出深いライブですか。はい、一番思い出深いライブですか。そうですよ、どういう、なんかいろいろ行ったじゃないですか、去年ですね、大体ですね、8都道府県、あ、11都道府県じゃないか、11かな、まあ、道は行ってないですけど、うん、行きましたけど、行きましたね、はい、どうでした、どこが一番思い出深いですか。思い出深いっていうと、まあ本当にいろいろ行って全部、まあ、印象には残ってますが、やっぱそのデビュー記念コンサート、はいはいはい、はい、お前崎、その静岡県のお前崎でやったデビューコンサートがやっぱ一番思い出に残ってますね。そうですよね、うん、やっぱね、そこはね、なんか違うこと言った方がいいんでしょうけど、うん、一緒です。あ、本当？一緒ですね、やっぱり、まあ、僕らのね、第一歩のデビュー前のね、うん、デビュー1ヶ月前にやったライブだったんですけど、うん、あの日ね、本当にすごい台風みたいな日だったんですよ。そうなんだよ、なんだろう、東京とか、うん、たまたま静岡はなんかね、大雨だったけど、それ以外は大雪だった。そうなの、まあ、そういう日にもかかわらず、まあ、200人ぐらいの、ね、方がね、来ていただきまして、もう本当に大盛況でね、終わりましたけどね、まあ、本当に僕ら愛されてたんだなっていう感じだよね、あの日はね。もうね、人来るのかなと思ったもんね。いや、来ないでしょって事務所の社長は言ってた。結構ね、郊外にあるんですよ、そう、会場がね。そうなの、本当そうなの、ね、車とかじゃないと来れないの、うん、そうなんだよね。で、その中でこうちゃんと駆けつけてくれる人が ね、うん、たくさんいたっていうのは本当に嬉しかったし、嬉しかったですね。なんだろう、デビューしたっていう記念のコンサートで、やっぱ自分らの両親とかもね、見に来てくれてたじゃないですか。くれましたね。で、姿をちゃんとこう見てもらえたっていうのは感慨深いものがありましたね。かなり感慨深かったですね。まあ、映像ですね、うん、まあ、YouTube でも1曲しか公開してないんですけど、あー、我らがグルグルですか、ボロクソに泣いてますからね、僕がね、あのライブで。
そうですね、はい、もう1曲ね、歌いきれなかった曲もありますけどね。それ泣いちゃって。そうね、もうあれはね、見せたくない。あんまり見せたくない。見せるもんじゃないけど。見せるもんじゃないです ね, ね。まあ、そんな感じですけど、じゃ次のでいってみます。はい、じゃじゃじゃん。はい、思い出深い楽曲、まあこの1年でですね、うん、まあ、僕らバンドやってた時代、そしてソロでやってた時代の曲もね、カラフルパレットとして新たに歌い始めたりとかですね、うんうんうん、まあ、新たに2人で作った曲、お互いに書き始めた曲とかもね、あったと思うんですけど、うん、はい、まあそうですね、カラフルパレットの曲もだいぶ増えました。思い出深い曲何ですか？思い出深い楽曲か、本当にその1曲に絞るのは難しいんだけど。難しいですね。思い出深い曲が個人的にはカラフルパレット的にはあの曲っていうのはあるけども、はいはいはい、個人的にはカレンをがちょっと思い出深いというか、その思い入れが深い。それは分かりますよ、なんとなく分かりますよ、うん、ソロの頃の自分の曲で、カラフルパレットになってからやっぱちょっとアレンジも変えて、そうですね、2人で歌いつないでいる中で最近またね、曲が成長してるというか、すごく成長したと思います、うん、はい、そのなんだろう、まだまだこう可能性を見出せる曲だな。そうですね、あれ何年ぐらい経ってるんですか？そうじゃないですか、どれぐらいかな、カレンが24、5の時からだから、もうどれぐらいだろう、5、6、7年とか7年ぐらいね。あれはね、カレンっていうのカレンちゃんに向けた曲ですか？あれ違います、カレンちゃんに向けた曲、実は今ではない、カレンって、はいはい、カタカナでカレンって書いてあるんですけど、あ、書いてあるね、夏の恋っていう漢字だったんですよ、僕は夏の恋って書いてカレンって読ませてたんですけど、なるほど、読みづれと思って、おー読みづれと思ってカタカナに書いたんですけど、なるほどね、はい、カレンちゃんではなくて、カレンちゃんではない、まあ、カレンちゃんって知り合いもいますけど、なるほどね。まあ、私はですね、まあ、一番思い出深い曲といえばですね、まあ、ここね、本当は、まあ、カラフルパレットを知ってる皆さん、こう見ていただいてる方はおそらくぐるぐるじゃないかなと思うと思うんです。まあそうでしょうね、まあ、これでこうカレンに言っちゃったから、あ、きっとユキはぐるぐる言うんだろうなっていうふうに思うでしょう、うん、僕のね、一番思い出深い曲はキラキラキラリです。おー、あのね、はい、その書いた時のね、そのいきさつだったりとか、はいはいはい、その僕らの心情だったりとか、そうですね、考えるとね、本当にね、はい、なんだろうね、胸にきますよ、きますよ、まあね、この曲ですね、うん、みんなが主役なんだっていう曲なんですけど、うん、まあ、僕がね、落ち込んでる時に書いた曲なんですよね、うんうん、で、落ち込んでて、アキヒロは一生懸命一緒に2人で頑張ろうとしてくれてて、うん、まあ、そういう状況でこう1ヶ月ちょっと落ち込んでたぐらいでこうライブやってた時期があったんですよね、うん、まあなぜならばっていうと、やっぱりこうやってデビューさせてもらって、うん、でこう見たことのない世界に行けば行くほどなんか不安がね、逆に募ってきちゃって、なんかね、もう進むのがね、ちょっとすごく怖くなってきちゃったんですね、書いたのね、まあ、ちょっと改めて頑張ろうって思った時に、え、曲できたからって言って書いて渡したの記憶にありますけどね。僕はね、本当にやっぱ苦しさとかやっぱ聞いてるので、はいはい、あの楽曲を聴いた時にすごい明るい曲なんですけどね、はい、すごいね、泣きそうになったのを覚えてます。お、うん、あのね、違うかもしれないけど、はい、僕の印象としては、ゆうきくんの書く曲は頑張れっていう、こう一方的な、はいはい、一方通行な詩が多かったんだけど、はいはい、この曲で初めて一緒に頑張ろうよってい う,、はい、いう体になった曲なので、なるほどなるほど、そう、すごく印象深いですね、僕自身。だからね、本当にこの曲今ね、リード曲として12月に発売しまして、まあ、いろんなところで歌わせてもらってますけど、本当にね、改めてこうぐるぐるからやっとこう抜けて、こう僕の中ですごく大切な曲ができたと思いましたね。本当に大事な曲ですね。はい、まあね、こうやって喋ってきましたけど、はい、いっぱいね、聞きたいことね、実は用意してきたんですよ。はい、まあ、パッとね、言いますけど、じゃあパッといきましょう、まあ、20年目やってみたいこと、東北行きたい、はい、ね、これね、うん、来たんですけど、はい、ワンマンのおすすめポイント、これをね、最後言って終わろうかなと思います。もうそろそろ時間がないので、3月29日はい、3月29日ね、僕らの地元浜松で、うん、ね、そうです、デビュー1周年記念のワンマンライブを開催することなんですけども、はい、そうなんです、はい、そのおすすめポイントを、はい、じゃあボーカルゆうきくんから、はい、なんとですね、先着100名に、うん、お米1キロプレゼント、すごい、これ意味わかんない企画ですけど、意味わかんないですので、うん、
お米1キロ嬉しいよ。そうですよ、お米1キロ嬉しい嬉しい。しかもね、すごい美味しいお米なんですよ。はい、そうなんですよね。あの、ゆうきくんが以前からお世話になってるその静岡県袋井市の方にあるね、あの三川っていう地域があるんですけど、 そこで作ってるお米で、はい、ひまわり米っていうものなんですよね。そうなんです、うん、これね、本当に美味しくて甘みがあってね、一粒一粒にね、あの、美味しいお米なんですけど、これを先着100名にプレゼント。そうなんです。まあ、あとはですね、カラフルパイと6人編成で今回やります。これはね、これも挑戦ですよ。一つの挑戦ですね。まあ、今までで最高のメンバー数ですから。ええー、まあ、どうなることやらという感じですけど、どうなることやらですよ。もうぜひですね、もう今までやったことないライブをね、詰め込もうかなと思ってますので、うん、もうぜひですね、うん、来ていただけたらなと思います。ぜひ、あの、インフォメーションこちらの方で多分載ってますかね。載ってるのかな。はい、よかったらですね、あの、発売もね、ライブ会場でやってますんで、うん、なんとライブ会場でチケット買っていただいた方に、うん、なんと秋広が作詞作曲したカラフルパイズのね、君に会いたいという CD ももらえちゃう。うん、あの曲はですね、あの、暗い意味わかんないから暗いけどね、暗い曲を書きました暗い曲を書きました。カラフルパレットらしからずね、はいはい、まあ、カラフルパレットからいろんな、こう、はい、いろんなね、色があっていいかなと思うんですけどね。黒い方のね、はい、青い方のかな、わかんないけど、わかんない、黒と青とだいぶ違うけどだいぶ違うけど、まあ、皆さんでね、そう感じていただければなと思うんですけど、はい、そろそろ時間が来ましたんでね、時間が来ちゃったのかな、はい、まあ、またワンマンにね、この3月29日行ってみたいなと思っていただけるように、あ、うん、この1年前の僕らのデビュー1ヶ月前のワンマンライブの映像をね、今日はですね、いいじゃないですか、見ていただこうかなと思います。こちらですね、 YouTube でも公開しておりませんし、あの、してない、ね、ワンマン以降に、僕らを知っていただいた方はね、本当にね、全然見たことない映像だと思いますので、そうですね、ぜひこちらを見てですね、329来たいと思っていただければ嬉しいなと思います。お願いします。はい、それではこのワンマンの映像、うん、どうぞ。どうぞ。カラフルパレットでした。
Fire, fire, 僕の顔は
誰からに明かす必要はないでも誰かを信じたいね頼りたいねそのチャンスは僕から隠し通せる強さ正しいけどそれを強さと言って君を傷つけたりしないステイまで君に大丈夫と聞いて大丈夫よと答えた時は信用しないから安心して